はい、よろしくお願いします。今日は、はい、質問いただいております。はい、ありがとうございます。説明が、説明、はい。下手で、うん。うまく相手に伝わりません。はい。あ、わかりました。ありがとうございます。うまくね、伝わる話し方ですよね。これ僕ら今ね、100人ぐらい講師がいるんですけど、やっぱり人前で喋るとき伝わる話し方っていうのは非常に探求してるんですよね。で、説明するときに一番、まあ、よくオーソドックスで使うパターンを今日はご紹介をします。これね、フレームと言って、まあ皆さんも聞いたことあると思います。順番を、結論、理由、例え話、この順番でお話しするとすごく相手に伝わるよっていうフレームなんです。まあ、結論、理由、まあ、事例でもいいですね。この3つのボックスで伝えていくということ、まあ、結論先に言いましょうなんていうことはね、もう皆さんも意識されてると思うんですよ。なのでそれを日常レベルに生かしていけたらいいなっていうふうにね、思ってます。例えばですけど、どうですかね、なんか質問された、うん、どんな人とお友達になりたいですかと聞かれた時に、結論ですよね。なので、私の話を聞いてくれる人がいいです。これいいですね。でもこれだけだと、ん？それだけ？みたいになりますよね。思わずなんかあんまり伝わったようで伝わってない、言いたいことは分かるんだけどってなりますから、やっぱり私の話をよく聞いてくれる人が、お友達になりたいです。結論、なぜかというと、これ理由ですよね。次のステップ、なぜかというと、私は普段人の話ばっかり聞いて、自分が言いたいことを普段言えないんです。ですからやっぱり私の話を聞いてくれる人がいいです。これ理由、ね、でも、もうさらに深めて相手に伝えるには、最後に出てくる例えばっていうのがあると、ストンと話が分かりやすく、例えば、タモリさんみたいな方です。タモリさんって30年間いいともずっとやってましたけれども、どんなパーソナリティの人が来ても上手にうまく話を引き出す、いうことで長者番組を作られた、もう会話の天才、引き出す天才、あのタモリさんみたいな人が友達にいてくれたら私嬉しいんですよって言われると、あ、なるほど、そういう人なのねというふうにして伝わるということですよね。なので、どんな人と友達になりたいですかって言われた時に、ね、話を聞いてくれる方です。なぜかというと、普段私は人の話ばっかり聞いてます。だからタモリさんのように話を引き出してくれる方が友達になりたいですみたいに、俺多分もう10秒ぐらいの話ですけども、フレームに当てはめるだけで、相手に説明が伝わってくる、伝えるっていうこと、伝わるということができるってことですね。あとはなんか、あの事例、何を入れるか、もうここボケなんで、普段から探求していただけるといいと思いますけどね。あの所さんなんかも上手ですよ。人の話をこう引き出したりね。所さんなんてあれですよ、へーはーすごいですねっていうのをこれ1分間に連発するんですよ。だから所さんみたいな人がお友達でいると素敵ですみたいな、まあ、事例ですね、あると話がしっくりくるということでございます。で、この結論、理由、例え話、これはね、あのもうどこかで聞いたことあると思いますし、皆さんも意識されてると思うんですけど、なかなか普段って、ポンと聞かれたらスパンと出てこないっていうこと多いと思うんですよね。なので日常の実践事項として、あのこれ面白いなと思ったんですけど、ある会社さん、研修入らせていただいている会社さんが、この結論、理由、事例っていうね、まあ、例え話でもいいんですけど、事例っていうこのフレームを PC の前に貼っとくんですって。そうすると上司からこう聞かれた時にフレームを見て、結論、理由、事例、結論、理由、例え話とか言って、常に目に触れとくところにポストイットで貼っとくと、これが出てくるんですよってね、素晴らしい共有いただきました。なので日常レベルで、その結論、理由、例え話って使えるために、ぜひ目の前にこう貼っとくなんていうのもね、いいかもしれませんね。あのこのフレームは本当に我々話し手がよく一番使う、伝わる話し方フレームになりますので、ぜひ探求をしてみていただきたいと思います。で、今日は分かりやすく伝える話し方っていうことを伝えてきました。また、人前で上がらない話し方ね、分かりやすい話し方、好かれる話し方なんていうことをお提供していきたいと思いますので、またこの辺のチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、じゃあ。